ゲートが開いてスタートが切られました。さあ先行争いへと移っていきますが、ファレノプシスが早めに行こうとしています。ファレノプシスが先頭に立とうとしているビッグサンデー K1 バイキング、前の方が速くなる、外からはエアジハード、そしてそのインコースでありますがブロードアピールがつけている。さらにそのインコース1番のロードフェイスであります、富をついてレンドアハンド、ドバイからの資格も前の方に行っている。笑顔を見せてが続きました。ピンクの帽子アメリカンボスが富をついている。そしてそのインコースにグラスワンダーです。そのインコース赤い帽子グラスワンダー、さらに泉サクセスがいて12番のゲイリーセーバー、さらにライトバウアーと続いて、その後ろにエアスマップ以下が続くという体制で 3,4 コーナー中間点に早くも各馬が差し掛かっています。先頭は K1 バイキング、そしてピンクの帽子エアジハードがスーッとその後ろに取り付いてきている。そしてビッグサンデーファレノプシスは抑えてインコース、さあ果たしてグラスワンダーは外目についた、一番外に持ち出している赤い帽子グラスワンダー、さあ復活なったグランプリホースは外から伸びてこようとしている。さあ残り400を切りました。最後の坂を駆け上がってくる。さあエア、この辺りはエアジハード、エアジハードが来ているが、その間を割りまして今度はブロードアピール、ブロードアピール、そして K1 バイキング、内からファレノプシス、内からファレノプシス、外からグラスワンダー、外からグラスワンダーだ、外からグラス、外からグラス、インコース K1 バイキング、そしてエアジハード、グラスワンダー強し、やはりグランプリホース強し、グラスワンダーです。ああ飛び出しました。雨が降る中、阪神競馬場第47回阪神大賞典スタート、シルクジャスティスはしんがり、スペシャルウィーク、スペシャルウィーク、これをかわしましてずっと外の方から玉も稲妻、先頭は3番のトピカルコレクター、外から町金三四郎、安藤勝美が騎乗して2番手、玉も稲妻は3番手であります。スペシャルウィーク黄色い帽子にご注目ください。スペシャルウィークと竹豊4番手、内を通って1番の末広コマンダー、そして2番のマジックシンガーと続いて4番のスターレセプション、その後ろにピンクの帽子8番メジロブライトと河内博士であります。それから6番のシルクジャスティス、こんな体勢になりました9頭、おそらくこのままでずっともう1周目の第3コーナーまで行くんではないかと思いますが、いつスペシャルウィークが動き、そしてメジロブライトがこれをマークして襲いかかるのか。さあ先頭はこの辺りで7番玉も稲妻が先頭に立ちましたが、まだ前にいた、まだ前に2頭います。3番のトピカルコレクターと、それから町金三四郎、玉も稲妻は3番手に抑えました。玉もクロスの子、玉も稲妻が3番手であります。外を通ってスペシャルウィーク、それから末広コマンダー、メジロブライトがじわっと上がってまいりました。さあ9頭が固まろうとしておりますが、果たして 1000m は何秒で行くんでしょうか。超スローペースになっておりますが、超スローペースになって9頭が完全に固まってしまいました。完全に固まりました。さあスペシャルウィークです。ゼッケン5番、そしてこれをぴったりとマークするようにその後ろに忍び寄ったメジロブライトであります。ああ早くもスペシャルウィークが外を通って2番手に行こうという感じであります。黄色い帽子、外からずっととにかく折り合いをかかないように乗ってみたいと言っていた武豊、7番の玉も稲妻の外へ並びました。3番手でありますスペシャルウィーク、そしておっと股の下から後ろを見て、果たしてメジロブライトの位置を確かめたんでありましょうか。59キロ、メジロブライトはちょうどこのスペシャルウィークの1馬身半から2馬身ぐらい後方にいます。内々を通りまして4番のスターレセプションでありますが、1頭もずっとついていけない馬も出てまいりました。大外を通ってシルクジャスティス、外を通ってシルクジャスティス、吹田騎士の手が動いて差を詰めようという感じでありますが、早くもスペシャルウィークは持ったまんまで先頭に出るのか。スペシャルウィーク先頭に出た、スペシャルウィークが先頭に立ちました。これをぴったりとマークしてメジロブライト、相手はこれしかいないという感じであります。メジロブライトが2番手に上がりました。さあ一騎打ちになるのか、あのブライアン、そしてトップガンと同じような一騎打ちになるのかどうか。シルクジャスティスは追い込んでくるのか。黄色い帽子とピンクの帽子、2頭が抜け出して第4コーナー直線、阪神大賞典、雨をついて大歓声が上がります。さあ2頭の一騎打ちになるのか。スペシャルウィークが打ち、外からブライトが襲いかかる、外からブライトが襲いかかる。さあ2頭の一騎打ちになった、2頭の一騎打ちになった。あとはもう来ません。先頭はスペシャルウィーク、そしてメジロブライト、スペシャルウィークが逃げ切るのか。スペシャルウィークまだ1馬身差がある。ブライト外、大歓声阪神競馬場。さあスペシャルだ、スペシャルだ、わずかにまだ4分の3馬身リード。スペシャルウィーク1着2着にメジロブライト、やっぱり一騎打ちになりました。3分13秒4。さあ息詰まる瞬間です。飛び出した
飛び出した、大歓声を受けて飛び出した12頭、さあ行くのか、サンデーセイラが行った、サンデーセイラが行った、セウンスカイは控えました、玉も稲妻5番、6番サンデーセイラ、黄色い帽子2つが先頭と2番手につけました、なんとなんと、武豊騎手が言っていたように、必ずしも真ん中ではないと言っていたスペシャルウィークが、セウンスカイの前に出ました、セウンスカイ緑の帽子8番、ちょっとかかり気味にスペシャルウィークの外へ行っています。早くもこの2頭が並んで場内ゴーッと大歓声、セウンスカイがスペシャルウィークをかわして3番手に上がりました。これはちょっと前が速くなるんでしょうか。セウンスカイ外を通って3番手であります。赤い帽子もちょっとかかり気味、スペシャルウィーク4頭でありますが、その後ろはどうなっているのか。ステイゴールドがいて、シルクジャスティスが前に、おメジロブライトはいい感じ、ゼッケン10番メジロブライトはいいところにつけました。そして第4コーナーにかかってくる12頭、ようやくばらけてまいりました。アポテオーズ、メジロランバートが控えました。さあ先頭はもう一度先頭から整理しておきましょうか。サンデーセイラが先頭、そしてようやくセイウンスカイ外を通って先頭に立った。セイウンスカイはここで先頭に立ちました。さあ機嫌よく行っているのかどうか。そしてこれをマークしてスペシャルウィークはかなり早め、スペシャルは3番手、スペシャル3番手であります。メジロブライトはちょうど6番手あたりにいます。10番メジロブライトは6番手あたりであります。外外をただ1頭行くセイウンスカイ、いや外外を行く赤い帽子、これがセイウンスカイ先頭、そして2番手にサンデーセイラ、3番手に上がったスペシャルウィークはもう3番手に上がりまして、第2コーナーであります。これをマークするようにメジロブライト三強が前へ前へと押し寄せていきます。待ち金福来たるは後ろの方です。12頭ばらけて第2コーナーです。菊花賞ではここで一息二息入ったセイウンスカイでありますが、果たして今回はどうでしょうか。またまた外からサンデーセイラ、サンデーセイラが行った。そしてスペシャルウィーク3番手、おおもうちょっとじっくり行こうではないかという感じでありますが、12頭先頭はセイウンスカイ、サンデーセイラ2番手、そしてスペシャルウィーク3番手、4番手玉も稲妻、ステイゴールドがいて、そしてメジロブライト、シルクジャスティス、この2頭が怖い存在になってきました。この2頭は怖い存在だ。アポテオーズ、内を通ってメジロランバートであります。その外へローゼンカバリーが行って、マチカネフクキタルが後ろから2頭目、しんがりは優勢トップラン、もう一度正念は第3コーナーの坂で、12頭が固まってまいりました。12頭が固まってまいりました。さあさあ先頭は依然としてセウンスカイでありますが、スペシャルウィーク赤い帽子が3番手に上がってきた。射程圏だ。セウンスカイこの差はどう見ているんだ。前の方に重きを置いているスペシャルウィーク3番手、ずっとメジロブライトは外から差を詰めてきた。オレンジの帽子上がってきた。さあ直線はもう言葉がいらないのか、三頭の争いの何のか。セウンスカイ三頭外からスペシャルバタイを合わす。さあセウンスカイ突き放すか。セウンスカイ先頭スペシャルウィーク外を通ってブライト来た、外からメジロブライト、かわしたスペシャルウィークメジロブライト、スペシャル先頭に立ったメジロブライトスペシャルウィーク一馬身がある、スペシャルウィークだ、メジロブライトは2番手だ、スペシャルウィークだ。結局3頭になりましたが、あっけなくスペシャルウィーク。そして2着にもメジロブライトだ。勝ち時計は3分15秒3。さあスタートを切ります。12頭 2200m 飛び出した。一気に大歓声が上がる阪神競馬場、そして大歓声が静まって、さあ外から行ったのは西の大王、完全と村本が行こうという構え、内から白い帽子はステイゴールド、キングヘイローややかかり気味、そして飛行機群はいて、スペシャルウィークオレンジの帽子を黄色い帽子と白オレンジの帽子並んでいる、グラスワンダーとスペシャルウィークは並んでいますが、スペシャルの方は前へ行きました。スローペースになろうとしております。さあ第1コーナーに向かう12頭でありますが、西の大王が先頭、飛行機雲ステイゴールド、そしてスペシャルウィークキングヘイローが続いて、その後ろ5番グラスワンダー、内を通って末広コマンダーであります。さあ12頭がまだ固まって、これから第2コーナーです。1頭西の大王だけが11頭を引き連れて第2コーナーです。もう一度先頭から整理しておきましょう。西の大王です。そして2番手以降注目、飛行機雲がいてキングヘイロー、内から不気味に、今日は不気味に白い帽子ステイゴールド、9番にご注目ください。スペシャルウィーク武豊、おお両左右を確かめている、グラスワンダーを探しているのか何を探しているのか。
左右を見た、左右を見た、武豊騎手スペシャルウィーク、グラスワンダー黄色い帽子は後ろにいるぞ、真後ろにグラスワンダー、さあ相手はこれと決めた時の的場仁は怖いぞ、グラスワンダーが上がっていく、末広コマンダーの手がもう動いている、第3コーナーをカーブして第4コーナーに向かう、さあ12頭が固まってきた、スペシャルウィーク、スペシャルウィーク、黄色い帽子の方がグラスワンダーだ、2頭の一騎打ちになるのか、早くもスペシャルがここで先頭に立った、スペシャルウィーク先頭に立って場内が騒然としている、さあスペシャルウィーク先頭これはどうなんだ、外から黄色い帽子グラスワンダーが上がってきた、グラスワンダーが上がってきた、外を通ってローゼンカバリーが差を詰める、第4コーナーをカーブして直線に入った、さあ先頭はスペシャル、豊かの右打ちが飛んだ、グラスワンダーもう言葉はいらないのか、2頭の一騎打ちか、グラスワンダーかわした、グラスワンダーかわした、スペシャルウィーク負けるのか、グラスワンダー先頭だ、2頭は差を離した離した離した、グラスワンダーが先頭だ、的場的場だ的場だ、やっぱり怖かった的場、グラスワンダーが勝った、そして2着はスペシャル、やっぱり強いのは強い、強いのは強かったが勝ったのはグラスワンダーの方だ、1999年そして1900年代最後、 2500m 先のゴールに真っ先に飛び込んでくる馬は果たしてドローガか、第44回有馬記念スタートを切りました、さすがに優秀、大きな出遅れありません、さあこれから注目の先行争い、おっとピンクの帽子ゴーイング鈴鹿が強引に行きました、ゴーイング鈴鹿先頭、そして同じピンクの帽子大和欧州が2番手につけました、その後方からスタイチアデール黄色い帽子が覗いています、さあ人気の両頭ですが、グラスワンダーは後方から3頭目から4頭目、そしてスペシャルウィークは最後方から、タケスペシャルは最後方でこれから最初のホームストレッチにかかっていきます、タケ豊は最後方、その 2,3 頭前にグラスワンダーがいます、さあ正面スタンド前、ピンクの帽子が先頭2番手、わずかに外の方大和欧州か、そして内の方ゴーイング鈴鹿、その8枠の4頭がペースを作ります、そして成田トップロード白い帽子これが先端となります、そしてそのインコースに6番のシンボリンディ、その後方からスタイチアデール、さらに11番の KM オペラが続いているステイゴールドが行っている、内々の末広コマンダー黒い帽子であります、そして赤い帽子これが優勢トップラン、そしてそのアウトコースにグラスワンダーであります、アウトコースグラスワンダー後方から3投目から4投目であります、バレノプシスがいます、そしてメチノフライト、そして竹スペシャルウィークはじっくりじっくり溜めて最後方からいよいよ向こう上面に入っていく14頭であります、先頭はゴーイング鈴鹿、わずかにゴーイング鈴鹿が先頭ですが、成田トップロードがスーッと側面から渡り合わせていきました、その後方から大和欧州が現在3番手、さらにシンボリンディであります、サイチェアデール、さらにアウトコースを通りまして KM オペロワが行っている、インコース末広コマンダーでありますステイゴールド、外目をつきまして鶴丸剛が行っている、そのインコースに優勢トップランが位置した、さらにメジロブライト、アウトコースにグラスワンダー、そしてバレノプシス最高峰から連続してスペシャルウィーク、人気の両党、しかし今日はスペシャルはグラスを前に見ている、グラスワンダーの後方じっくりと待機している、さあ3コーナーから4コーナーに向かっていく、さあ依然としてゴーイング鈴鹿、そして1番成田トップロード、バタリアワシと3、4コーナー中間地点にかかります、14頭が固まってきた、スペシャルが外を通って上がっていく、スペシャルが外を通って上がっていった、さあ第4コーナーカーブして同じ最終コース、グラスワンダーが一気に外から伸びてきた、グラスワンダー鶴丸剛、そしてスペシャルはグラスのアウトコースに出ようとしている、グラスのアウトコースに出す鶴丸剛、そしてグラスワンダー、グラスワンダー来た、内側の強引に頑張っている、強引に頑張っている鶴丸剛、鶴丸剛、グラスワンダー、グラスワンダー来た、外側からスペシャル、外からスペシャル、で鶴丸が頑張っている、鶴丸が頑張っている、セールだセールしている鶴丸も、そして鶴丸から内側が最強の2頭、やっぱり最後は2頭だった、最後は2頭、最後はやはり最強の2頭、スペシャルウィークラストラン最後の走り、花さに泣きました、そしてグラスワンダー史上3頭目、あのルドルフ以来史上3頭目有馬記念連覇となりました、そして今年の宝塚記念を含みまして、あのスピードシンボリー以来となる素晴らしいグランプリ3連覇ということになりましたね。